ねえねえ、榊さんってかっこいいよね。うんうん、最高。その辺の男子なんかより全然いいもん。そうそう、無口なところがまたいいのよね。お？ん？どうしたの？あ、うん、今何かすごく可愛いもんが見えたような気が。バイバイ。榊さん。ん？榊さんってどこかクラブ入ってるんですか？いや、入ってない。あの、私天文部なんですけど。天文部？そうです。星のことを調べたり、宇宙について語り合ったり、星を見に出かけたりするんです。あの、もしよかったらその榊さんも。私も？ああ、いえ、別に榊さんがそういうの興味ないんだったら別にいいんです。あの、今の聞き流してください。それじゃあ。誘って欲しかった。夏休みに行った旅行の写真持ってきたよ。見せて見せて。あ、私も一緒に行きたかったな。クラブの合宿と重ならなかったら行けたのにな。合宿だって。あ、それ私寝相悪いらしくてさ。なんで？いや、なんでって言われても。中距離、マラソン、果ては幅跳び、ハイジャンプに玉入れ、騎馬戦、全てにおいて一等賞を狙うのさ。まあ、狙うだけなら誰でもできるかな。あっは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 。ふん、ともちゃんには無理よ。何？だって、榊さんがいるんだもん。榊さんはスポーツ万能、ともちゃんなんかが勝てるわけないじゃない。きっと体育祭でも最高にかっこいいんだろうな。うん、なら私は可愛さで勝負だ。体育祭で可愛さをアピールして、そして私か榊さんのどっちを選ぶか全校投票。当然その結果私の勝ち。何言ってんのよ。可愛いよりかっこいいの方が上よ。上何よ。可愛いの方が上だ。かっこいい。可愛い。私のせいで負けたら。大丈夫、任せろ。榊さん。人数合わせで男子の方に。よろしくお願いします。あの、はい、
もう交代だから。すいません。じゃ、よかった、フォークダンスに参加して。それじゃあ皆さん、これをつけてください。聞かないと。臭い目見るで。お、これは臭いですな。お、くっさ、くっさ、くっさ。なんだ？誰だ？馬や。なんだ？誰だ？邪魔もんや。榊さん。は？怪我はないか？はい。いけない、膝から血が出てる。え、急いで保健室に行こう。そんな、助けてもらっただけで。私気にしなくていいよ、香織。あの、榊さん、私のこと香織じゃなくて香織って呼んでもらえませんか？あ、かおり、かおり、ちょっと起きなさい、かおり。友達と初詣に行くんでしょ？いつまで寝てるの？まったくよだれなんか垂らして、この子はどんな初夢見てたやら。夢？しないと遅刻するわよ。続き。何やってんの？ほら起きなさい。やだ、続き。何言ってんの？友達との約束よ。やだやだ、続き。もうちょっとだったのに。おめでとう。私はウサギだけど。あ、いえ、白馬。二人三脚は一度やってみたかった。面白そうだし。そうですか。でも頑張ろう。次は二人三脚です。
よし、頑張ろう。はい。はいはい。